戸橋立上島中学校は三重県戸橋にある公立中学校。伊勢湾校に浮かぶ上島にある。1990年には31人が在籍していたが、2020年5月1日現在の生徒数は11人になっている。高知は上島の南部に位置し、集落のある北部からは離れている。旧校舎は上島小学校と並んで立っており、 体育館とグラウンドを共有していた。戸橋は校舎の耐震化が必要との考えから2014年度に小学校と複合化することを検討。2017年4月に標高21メートルの現在地に木造2階建ての上島小学校と一体化した新校舎に移転した。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に 関する法律に基づく避難施設に指定されている。校舎の標高は11メートルであり、南海トラフで地震が発生した場合、付近の海岸には27メートルの津波が押し寄せることが想定されているため、山林を切り開いて標高40メートルのところに避難場所が整備された。離島にあり、賭場本土から約16キロメートル離れていることから、教員は、 島内の教員住宅で暮らしながら指導にあたる。そのため、離任の時には島民による飛ばし永定汽船上島三橋での紙テープを使った見送りが行われるのが恒例となっている。上島中学校と上島小学校の正門飛ば市立上島小学校の学区と一致する。かつてはバレーボール部があり、何度か三重県大会に出場したが、現在は、 卓球部のみである。陸上競技部はないが、陸上競技大会へ出場している。ありがとうございます。